どうも皆さん、うがみ商談朝日でございます。本日はですね、お友達のせいやくんから連絡がありまして、伊勢海老をね取りに行ったみたいで、せいやくん漁業権持ってますんでね、なんで自分の分もね伊勢海老取っといてもらったんですよ。なので今日はその伊勢海老を取りに行って、伊勢海老料理をねやっていこうと思うんですよ。というわけでね、漁協に行きましょう。どうも、せいやです。伊勢海老取ったので、ちょっと朝日さんに料理してもらいます。はい。おお。めちゃめちゃ元気。うん、赤と青があるけど、どっちがいいかな。なんか違いあるの？ん？なんか違いあるの？分からん。あ、本当だ。手前が青いね。うん、奥は赤い。うわおう。はい、じゃあ、はい、こいつは朝日さんに食べられます。はい、そうです。お刺身にしちゃいます。じゃあ赤さを食べ比べってことで、二匹。はい。すごいね。食べ比べしてください。ありがとう。そう、違いがよくわからないんで。じゃあせいやくん、はい、伊勢海老で。はい、ありがとう。アイコス2個。ありがとう。安っていう。まあ動画で活躍するエビたちだから。うん、ありがとう。まあこんな感じで持って帰ります。というわけでね、取ってきた伊勢海老がこちらになります。今日はね、この伊勢海老2匹を料理していきましょう。すごいよ、ほら。見てこれ。そしたらね、この伊勢海老を締めていきましょうか。すごいね、トゲだらけなんで、こういう手袋した方がいいですね。じゃないと手にぶっ刺さりますんで。うわ、すごい力、大暴走だな。そしたらこの伊勢海老ですね、こうまずエビ反りにグッとしまして、グッとね、ここね、ここが付け根になるんで、ここに包丁入れます。そうすると一発で締まります。で、あとはこの付け根に沿ってね、包丁入れていきます。そうするともうこうやって簡単に取れますんで、よいしょ。はい、生命力強いね。ほら、まだ跳ねるからね。ほら、仲間の危機を感じて伊勢海老が逃げ出そうとしている。はい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 、すごい力、離して離して、よいしょ。はい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 。そしたらもう一匹のこっちの青い指の方も締めていきましょうね。グッとこうエビゼルに持ち上げて、ここね、つなぎ目ね、ここに包丁入れる。すごい力なんでね、こう手袋をしてないと多分もうトゲ指に刺さってますね。そしたら殻に沿って包丁を入れる。これで取れます。よいしょ。ごめんよ、美味しく食べるからね。そしたらね、この尻尾の身を外していきましょう。こういうね、キッチンバサミを使います。で、ここから切り込んでいきます。ほっほっほっ、硬いね。よっ、こっちもですね。ほっほっほっ、よいしょ。すると、ここからこうピリピリって剥がれますんで、鮮度がいいから、すごいね、すごい硬い。そしたらね、身をスプーンで丁寧に外していきます。鮮度いいから、すごい剥がれづらいね。はい、こちらがね、取り出した伊勢海老の身になります。じゃあもう一個の方も身を取り出していきましょう。よっ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 、ここがね、すごいくっついててね、無理やり剥がすとね、身がボロボロになりそう。はい、こちらがもう一匹の身です。背わたがあるね。
背端取っちゃおう。ミューンと、そしたら鍋に水を入れまして、お湯を沸かしていきます。これでね、さっとボイルします。私はね、ちょっと火を通した方がうまいだろ説をね提唱してますんで。で、お湯が沸けましたら、さっとね湯通しをしまして、冷水にとります。もう一つもですね、ここにさっと湯通ししまして、同じく冷水にとります。で、こうやって氷水でね締めていきます。そしたらね、新鮮だからこそできることをやりましょうかね。頭外します。よし、こちらね、エビ味噌もお刺身でいきましょうか。こっちの大きい方も頭外していきましょう。よいしょ、よし、ほら、エビ味噌たっぷり、もうめちゃめちゃ美味しそうだね。で、先ほど締めた身ですが、よく冷えましたら食べやすい大きさに切っていきましょう。こう湯通しするとね、花が咲くから綺麗でいいよね。はい、というわけで完成でございます。伊勢エビのお刺身でございます。青エビと赤エビで持ってみました。はい、それではいただきます。いやー、すげー美味しそうこんなね、贅沢な刺身食うのはね、久々ですよ。じゃあ早速いただきましょうか。爆発的にうまい。これはうまいよ、すっごいうまいよ。もうね、うまみがやばい。周りはボイルで、中は生っていうね、こうミディアムレアみたいな感じになってるんですよ。これがねまた美味しいんですよマジ焦点するうまさすっごいね、歯ごたえあって、噛むとね、甘みとね、うまみがね、もうこれでもかっていう頃出てくるのね。めちゃくちゃうまい。で、せいやくんがね、こちらの赤エビと青エビね、食べ比べてみてやって言ってたんで、じゃあ今度ね、この青エビ食べてみましょうか。全然違いがわからんどっちもね、めちゃくちゃうまいことしかわからん。違いはね、全然わからん。まあ、こっちの方が若干歯ごたえがあるかなって気がするけど、それは個体がこっちの方が大きいからじゃないのかなっていう。なんかもうね、味の違いはね、全くわからん。それじゃあこちらをね、エビ味噌のお刺身を食べてみましょうか。これね、甘エビとか食べるとき結構殻までね、チューチュー吸っちゃうけど、伊勢エビだとね、この塊で、この塊で食べられますから。うんめー、とろける、すっげーな。これちょっとほろ苦いんだけど、すっごくコクがあって、甘み抑えめ、コク強めのウニみたいな味っすね。で、本日の飲み物がこちら、純米酒カリホ、秋田のお酒ですね。おっと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 。それでは皆さん、本日も乾杯。伊勢エビ日本酒とかマジでもう死ぬでしょというわけでね、お刺身食べ終わりましたね。そしたらね、締めといきましょうか。なんせね、頭にまだこんなに身が残ってますから。締めの伊勢エビの味噌汁でございます。玄米付きです。いただきます。あーめー、米に合う。はい、というわけでごちそうさまでした。いやー、伊勢エビ2匹ね、ほんと堪能しましたね。もうマジでね、持つべきものは友ですね。皆さんもぜひね、機会があったら生きた伊勢エビ2匹ね、青エビと赤エビ食べ比べしてみてくださいね。こんなうまいものがこの世にあるのかっていうぐらい美味しいですから。